ちなみに移住者の割合ってどんな感じなんですか？割合って上村さん初めてじゃない？違うと思う。議員で初めてじゃないですよね。初めてじゃないですね。じゃあ今までも移住者だけど、うん、議員になった人たちも、うん、います。それこそ吉川さんも、吉川さんもそうだし、昔うん、議長になった清水博子さんと大昔委員会室で写真があるから、その方も他からやっぱり移住されてきた方だって言ってました、ね、それこそそれ移住されてきて、それこそ運動をすごいやってた方、やっぱりなんかそのフィフティーズやってる中でも、うん、結局地方議会のアンケート、うん、議員の、ね、アンケート等と内閣府で 86% くらいの男性の地方議員は30年以上住んで、で女性でも7割くらいは、だから結局なんか女性が少ないっていう裏には、まあ、女性の方が結婚して移住していて、まあ、それでその結局今までの地方議員らしいみたいなところに当てはまれる女性も少ないみたいなところもあって、まあ、結構今回フィフティーズでいっぱい移住者って出たけど、やっぱそれがすごい移住者の壁みたいな、あるのか、移住、っていうのがね、なんか結構聞かれるから、あ、上村さんそういえば移住者なんだって読んで思ったんですよ。移住者ですね。あ、ないよね、それね。はい、まあちょっとそういう一部保守的なね、雰囲気もある。そうだって、ここにもね、なんか3代住まないと大江さんの人じゃないってっていうふうに言われたわよ、私の時は、なんて方の意見も聞いたりしたんですけど、でもそうか、私だから出た時はどうだろう、でも移住者増えてるんですよ、結局別荘地で大磯って、大きな邸宅のその土地が、やっぱり代替わりで切り売りされて、ね、宅地造成で、分譲されるじゃないですか。そうすると子育て世代がこう、どんどん入ってくるから、やっぱり移住者は増えていて、やっぱりそこの意見を、もある、ます、ありますよね。だから、そこの、こう、ですよね、集約先じゃないけど新しい人のね、いや、そう、でもそう、やっぱり地域によってはね、もちろん新しい人も住んでることは住んでるんだろうけど、議会にはそのね、何十年って住んでると、地方議会ってやっぱりどうしてもその地域の代表って、この地域代表みたいな代表になっちゃうから、自治会とか町内会とかね、だからそうするとやっぱり昔から住んでる人、そして高齢の男性になってしまいがちですよね。めちゃめちゃ面白いと思いました。